つですか？ iPhone14。 綺麗っすね。やっぱ重いんで。あー確かに。そうなんですよ。画像は綺麗にこっちで映るけど YouTube で開くのが大変だったりとか。確かに。カメラいっぱい撮ってます。すごいですね。逆にこっちからこう撮って。スーパースターになった気分だった。そうですね、これ。この間の何でしたっけ、お笑いの、はい、中堅の今売れてる人とコラボやってたじゃないですか。あ、陣内さん。陣内さん、陣内さん。陣内さんも、うん、俺らからしたら超大御所ですよ。そうなんですか。もう地下さんレベルからすると中堅かもしれないですけど。なんかもう僕たちってほらさんまさんとか、はいはいはい、あの辺見て育ってきたから。いやそうですよね。ああ、いや陣内さん本当ありがたかったです。先輩づてでお知り合いになれて、ああ、今回とコラボ3回目ぐらいだったんですよ。あ、マジで？めちゃめちゃ面白かったですね、やっぱり。陣内さんも YouTube チャンネルやってる？やってます。はい、お願いします。もう髪切られれば眉毛やられればすごいですね。ありがたいですよ。何気に眉毛も本当にありがたいんで。はい、印象違いますね。全然違う。でも 3分くらいですかね。なんかだいぶ柔らかくなって動かしやすくなって。眉毛が、はい、よかった。弱々眉毛になってきました。確かに痛くなくなってきましたね。え、マジですか？はい。ちかさんもあれからやられてないですか？もう最初に1回やってもう怒りました。でも確かに今考えると最初の1回目抜群に痛かったですね。うん、いや何するのって言っちゃったもんな。でもこの間、この眉毛で慣れたのか、あれもできました。俺鼻毛ワックスも。何の痛みも、何の痛みもないが嘘ですけど、眉毛より全然痛くなかったですね。あのあれですか、丸いなんか、はい、棒突っ込んで。あ、そうですそうですそうです。お、だから俺も鼻の穴なんか全然消えないです。マジですか。でもね、風邪ひきやすくなるって言いますよ。あ、それ思った。あ、もう平気ですか。喉痛くなりますね。喉痛くなります。そうです。やっぱ網にかかんないですもんね、だってね、ダイレクトにね。でも僕元々鼻毛が異常なまでにたくましいんですよ。その量も質も極太ジャングルみたいになってるんで、ちょっとこれは嫌だなっていうので、切っても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 飛び出してくるんで。めちゃめちゃいいフィルターなんです。そうなんです。だからたまにワックスでガーンってやってもすぐ復活しますね。あれ痛そう。ごっそりいくんですか。そうっす。なので名前がゴッソなんです。へぇ、プライベートでもやりたくてやられたんですか。そうです、もうアマゾンで買ってなんか男女兼用のやつがあったんでやったら、昔より全然痛くなかったですね。へぇ、なるんだ。あ、X から来ましたってこと。あ、よかった。 X から来ました。ハイトムさんで、はい、いらっしゃい。旧ツイッター、旧ツイッターから来ました。あ、あやさん、いらっしゃいませ。なんないさん、どのくらい上なの？多分20年ぐらい上じゃないですかね。ほんまに？多分ですけど、はい。なんかめちゃくちゃ若見してません？そう、陣内さんの見た目が異常に若いだけで、うん、もうだって50手前ぐらいのはずなんで、40後半とかのはずなんで、20歳で芸人始めたとして29年目とかだと思うんで、僕が今9年目なんで大体20年ぐらい上ですね。うん、へえ。いやでも蛍原さんのカッパ見る話めっちゃ面白かったですね。なんかあれなんですよ、蛍原さんと、はあ、まあ、陣内さんと何人か芸人さんでゴルフ行って、ええ、パーンって言ったら絶対池ポチャだったらしいんですね。はあ、だ池ポチャだって言ってカートで池まで移動したら、池の横にそっとゴルフボールが置いてあって、はあ、あれって言ったら、はあ、蛍原さんが、あ、カッパやーってカッパが置いてくれたんやーって言って、なんか周りも、あ、そうみたいですねって言って、
陣内さんははぁってなってなんすかみたいな、いやカッパやねんってなって、うん、まあスルーしてそのままゴルフが終わり、夜じゃあみんなで飯行こうってなってワイワイしてた、あの上が隙間空いてる個室みたいな居酒屋さんで飲んでたら、その隙間からワインコルクがピョーンと飛んできたらしいんですよ、はあ、でその場にいた一番後輩があのキングコングの梶原さんだったらしいんですけど、梶原さんがあのすごい男気ある人なんでバサーンって襖開けて、はあ、誰ですか今コルク投げたのやめてくださいねって言ったんですけど、はあ、とてもそんなことするような風には見えない2家族だったらしいんですよ、仲良さそうな、はあ、でいやもうやめそんな言うのってみんなで止めて、でも梶原さんもいやあかんでしょああいうのはとかいろいろあり、え解散して蛍原さんと陣内さんが同じ方向だったのでタクシー乗ったらしいんですよ。で移動してて、何なんですかねあのコルクって言ったら蛍原さんが、いやあれ陣な俺言えへんかったけどな、あれカッパやねんってカッパが隣からコルク投げてきたんで一切ふざけることなく真剣に言ってきたらしくて、陸も平気なんですね。いやでもなんかあんまりよくわかんないけどカッパが何なのか。ただこれそんな言っていいあれかわかんないんですけど、その蛍原さんが番組やられてて、で、あの若いアイドルとか女優とかの女の子が番組に来るじゃないですか、はい、でたまになんですけど蛍原さんがあこの子をやめてって、はい、あかんと思うわって言って、ああえなんでですかって言って、あもうカッパが言ってんねんみたいな感じになって、で、まあ蛍原さんが力が強いんで、あのやっぱ呼べないらしいんですね。すると蛍原さんがあかんねんって言ってた子は絶対にスキャンダルとか事故とか事件とかあって番組来れなかったらしいんですよ。キャスティングしてたとして、だからなんか本当にカッパ。わかんないですよね、カッパについて。本当に謎なんですよ。カッパの姿をしたなんか守ってたんですかね。だから毎年正月に蛍原さんがカッパから聞いたありがたい言葉を陣内さんたちに言う会みたいなのがあるらしくて、で、なんか陣内さんに陣今年分け目変えてみって言うらしいんですよ、あ、わかりましたって言って陣内さん本当に変えるらしいんですよ、分け目。そうすると、なんか事件、事故、何事もなく1年終わるっていう。スキャンダルもなく。スキャンダルもなく。あれは重かったですね、カッパ話。なんだね。その、カッパっていうチョイスが面白いですよね。うん、運があるらしいですよ、その陣内さんと蛍原さんが、はあ、あの一緒に銭湯行って上がって髪びしょびしょの状態で外出たら、はあ、あの女子高生2人に「あっ蛍ちゃんやカッパみたい」って言われてたらしい。私はちょっとそれ思ってた。本人がカッパっぽいっていうのはあるのかもしれないですよね。ちょっと思ってました。頭だと思われる。我々側だと思われてるのに、うん、マッシュルームっぽい頭してるんですよね。そうなんですよ、ずっと、ね、ずっとあの髪型なんで。オールバックとかにするとどんな感じの顔なの？でも僕、正月番組で1回だけお会いして初めましてだったんですけど、はい、なんか語弊がある言い方かもしれないですけど、はい、想像より怖いですね。すごく優しい。そうですよね、あの髪型でだいぶこう、そうなんですよ、ね、もちろん優しいんですけど、うん、僕の思っていた感じより怖かったですね、はい、なんか、大概そのあのああいうおかっぱの頭してる人はほぼほぼ隠れてるじゃないですか、顔が。そうなんですよ、ね、いやだ、ほんとチカさんの言う通りオールバックとかにしたら全然印象違うかもしれないですね、うん、ね。でもカッパにあの髪型にしろって言われてる。正月にやるねえなんて書いてね。あの髪型に今度切れてみたら、いやでもなんか陣内さんにも言われたんですよ、もう今度コラボしや蛍原さんとって言われたんだけど、なんか怖くて声かけれなかったですね。
音原さんとか、はい、まあ、陣内ちゃんとかあのクラスで YouTube やってる人は何がいらっしゃるんですか？でもマジでやってる人は、でも結構いますね。結構いますね。下手したら売れてる人の半分ぐらいはやってるかもしれないです、ね。マジですか？ジュニアさんとかもですし、あとは、もちろん陣内さんもですし、はい、だってやめちゃいましたけど宮迫さんとか、はい、結構やってますね、みんな。すごい生々しい話なんですけど、まあ、あのクラスの先輩は多分あんま関係違う意味でやってると思うんですけど、やっぱどうしてもテレビにお金がなくなってきちゃったんで、はい、その家族とかがいる人はその生活を養うためにも一個でも収入源を増やすために YouTube やられてる人もいますね。いやそうですよね。もう僕がちっちゃい時の平成初期テレビ誌の感じのお金の使い方半端じゃなかったですもんね。芸人さんのもですし、あとテレビのテレビがそのものの使い方も、はいはい、テレビ離れもしてますもんね。そうですね、うん、若い子テレビ見ないですもんね。ないですね。あ、ないですか？落ちないですね、テレビ。そうだね、よしか落ちない。ほとんど置いてないじゃないですか、ね。俺見なくても絶対買っちゃいますね。なんかでっかいの。あるといいですけど。俺も。いやそうですよね。買っちゃいますよね。でっかいのがやっぱりね。そうそう。僕ら当時あもうあの相田さんもそうかもわかんないけど、でかいのあるとなんかね。アイデンティティですよね、ちょっと。でかいテレビ持ってるぞ的な。何にもつかないのに70インチぐらいにとりあえず買っちゃいますもんね。ほらーっ僕はもう、まあ、芸人みんなそうですけどもテレビっ子なんで、長崎行ってないけどプルプルになったんでだいぶ縮みました、ね。いや本当ですよね。だいぶキュッとしましたよね。うん、もうこの時期になってくるとだいぶやっぱ年末の動きじゃないですか。そうですね。もう年末の営業とか番組とかに変わりつつありますね。それは今番組テレビ番組だとしたら。はい、何が多い？いやでもやっぱり心霊スピリチュアルみたいなのが多いですよ。本当に。眉毛抜きやすくなってるの嬉しいですね。もう やられている側としても超楽になってますね。そうですね。柔らかい。毛自体がすぐ柔らかくなってます。嬉しい。この間が広いのがなんか開運とかで言うと
誰がですか、うん、何かで見た。そうそう、なんか確かに眉間が狭い人はなんかあんまり良さ、運気が良さそうな感じがしないです。確かに、はい、奥さんは髪型、長い方がいいとか短い方がいいとかっていうリクエストあるんですか？髪の毛ですか？うん、いや、あんまり言わないですけど、うん、多分短い方が好きだと思いますね。あ、そうなんですね。なんか自分で見てて、あ、これ多分パーマかけたら相当キュッとなるだろうなとは思ってたんで、うんうん、前からでもいじってないですよね。いじってないです、全く、ね、それね、短い毛がすごい増えてるんですよ。そうですよね、はい、なんか入ってきて、そう、その自分でワックスつけててどうしていいか分かんない短い毛がちょろんちょろんといっぱいあったんで、あ、生えたんだなって。生える前はどうなってたってこと、生えてくるということは抜けてるってことなんですね。そうですよね、そう、いい状態ってことですか、ね、抜けながら生えてくるんだけど、はい、生えてくるのがだんだん位置がこう後ろになってくる。あ、そうなんですよ。で、だんだんその辺がちょっと薄くなってくるっていうかね。10本抜けたら10本蘇ってこないで交代しつつ本数も減ってくるって、うん、ちょっとずつ剥げていくみたいなことなんですね。そうそうそう。お父さんってちなみにどんな感じでしょう？全くハゲなかったんですよ、一番のうち。じゃあまあ、少なくなっても、なくなることはないかな。あ、よかった、はあ、おじいちゃんどうですか、ちなみに。僕、血つながったおじいちゃんがわかんないんですよ。マジですか？そうなんです。つながってないおじいちゃんはツルパゲでした。そうなんですね。血がつながってるおじいちゃんがまた大きく噛みてしくるから。なるほど。お父さんは大丈夫だったら大丈夫かな。親父は抗がん剤打ったらさすがにハゲましたけど、それまでは全く大丈夫でしたね、はい、で、抗がん剤やめて、はい、またもっちゃもちゃになったんで、おお、ちょっと癖っ気になっちゃったりもそうからね。ああ、そうですね、確かに。全然違いますね、抜かれてる時の。もうスンスンって、スンスンっていきますね。スンスン、これ絶対チカさんもう一回やった方がいいですけど。やってみます。これでも一生懸命ね、眉毛が濃くなる薬塗って、はい、ちょっと濃くなったんですよ。あ、でも確かにそんなに濃くはないんですね。そうなんですよ。もともとね薄くて、ここがもう本当ね眉頭がなかったんですね。これ一生懸命こうやって薬塗って、したらね眉頭がちょっと生えてきたんです。あ、そうなんですか。でも半分さんぐらいあったらね、もう本当にもう。しょっちゅうやってもらってると思うんですけど、これ抜けられちゃったらもう大変なんでね、あまりこう刺激を与えないようにします。なるほど、はい、人それぞれの悩みですね。そうなんですよ。ありがとうございます。もう一回どれ、このピュアスを、今日はどこか行くんですか？今日、いつですか？今日は。いや、もう今日はこのまま帰ります。今、奥さんが多分家でお風呂入れて寝かしつけてくれてるんで、うん、物音立てずに家に入ります。ね。ちょっとした物音でね、起きるんですよ。とか言われると思うね。そうなんです。やっちゃったよ。リズムみたいなのもあるんですか？まあ昼はちょっと寝て起きてを4回ぐらい繰り返すんですけど、家にいると、うん、夜はもううまくいけば朝まで寝ますね。今何ヶ月です？今6ヶ月半とかで、もうちょいで7ヶ月です。じゃあしっかり寝てくれるようになったらね。そうですね、よかったですね。ただでも相当うまくいけばですけどね。ああ、なんかよかった。
物音も立てずに携帯ピャーって言われてズルズルって落としてなんだと思ったら顔でこっち見てる時ある、あ、起きてる、起きてる、たまにこう長女とかね、はい、で下ろすとね必ず起きる、あーですね、はい、で夜中2時とか3時に神様の使いでわーっと買ってって、はいはいはい、もう起こされてわーっと買ってでしばらくこうやって抱っこしてこうやっていらっしゃるんですよ、はい、やっと寝たと思ってそーっと振っといてやっとこれで寝られるかなと思ったらね、こっちにじっと見てるね、パチッて言われてですよね、そう背中スイッチってやつですよねもうあれは驚きますよね、うん、うち比較的家の布団だったら大丈夫なんですけど、一番切るのがベビーカーなんですよ、うん、外で抱っこしてて完全に寝て、うん、ゆっくりベビーカーを下ろしたら、うん、起きますよ絶対あベビーカーから下ろしたら、ベビーカーに下ろしたら、もうベビーカーに下ろしたら絶対目覚ます、でもビビカでこうしばらく走ってると寝ません、はい、寝ないんですよ、いや最初寝たんですけどね、もう最近ダメになっちゃいました、はい、覚えたんです、あの2人いるのになんで抱っこしないんだっていう異議申し立てが来るありがとうございます、じゃーん、ありがとうございます、いつもすいません、どこ見よう、バスンバスン、うわ、これこの辺は本当にあの長さ調整だから襟足はねほとんど切ってないです、はい、はい、もうギュッて縮んだんでやっぱパーマかけると全然違いますね、うん、うわ、ね、さっぱりした、ありがとうございます、はい、助かりました、こんな感じです、じゃあどこを見よう、じゃあここですね、ありがとうございました、ありがとうございました、また。